ちょっと休憩するか。この春から一人暮らしを始めた。駅からはちょっと遠いけど、ここは日当たりのいい私の秘密基地。一つ問題があるとすれば、お腹すいた。ご飯が台所から出てこないところだ。今までご飯は食べる専門だった私には、台所に立つのも心理的ハードルが。豚肉か。あ、そういえば確かこの本に、昔お気に入りだった学食の豚の生姜焼き、名残惜しくて卒業式の日にレシピ教えてもらったんだったな。なんかレシピあるしできる気がしてきた。まずはタレ作り。生姜をみじん切りする前に薄くスライスしていく。切り物はまな板の手前でやると切りやすい。次はニンニクを真っ二つからのみじん切りに。輪切り包丁は切っ先が丸くて使えないから、顎の部分を使うといいらしい。これを醤油、酒、みりんと混ぜていく。次はキャベツ。お肉の美味しさを引き立たせるキャベツは、こうやって丸めて切ると切りやすい。みじん切り、もっとこう、早く切れたらかっこいいのになぁ、と思いつつ、お次はトマト。切って、切って、半分に切って、最後に顎の部分で切れ込みを入れて、パカッとしたら、あらかわいい、蝶々の出来上がり。最後の切り物はきゅうり。これを薄く切ってゆき、端からくるくるして、どうなるかというと、バラになる。最後はお待ちかねのお肉。表と裏に塩コショウからの片栗粉。片栗粉をつけることでさっきのタレがしっかり絡んでくれる。学食のおばちゃん直伝の技だ。あとはごま油をひいてタレと絡ませて焼くだけ。わあ、いい匂い。タレがよーく絡んだら、あとはさっきのきゅうりとトマトを盛り付ける。
で、できた。写真、おばちゃんに見せたら喜んでくれるかな。いざ。いただきます。もう。よし、これからは私の得意料理は豚の生姜焼きですっていうようにしよう。Don't you see what you've done? Don't want a broken heart and please never let me go. Can we be mother friends just for once? Yeah, you make me wanna try. Yeah, you turn my lows into my highs. Meet me after midnight at your house without your friends. ご飯作るの時間かかるし大変だけど、一緒に頑張っていきますか。こっちを睨んでる奇妙な空